巨大な坑道を要する穴掘りたちの都。かつてボーレタリア戦士を支えた頑固で勤勉な穴掘り人たちの多くはソウルを奪われ、思考する力を失ってなおただ黙々と無意味な作業を続けている。ほう、やってきました、ストーンファング坑道。ふう、景色がいやね、いい感じっすね。左の奥になんか都が見えるね。ちょっと待って、あれも同じく採掘場かな。橋が落ちてるね。あの先にはボーレタリアがあったんでしょうか。さあ行こう。石を人に向かって投げつけてきてる愚か者がおるな。石を投げていいやつは罪のないもん投げだぞ。上級騎士オンザリフト、うん、危ないぞ。ダメだぞ。ダンケンホイ、あー行こうでしょう、あー行こうでしょう。オッケー、やっちまえてホイ。あー、しかし綺麗ですね。綺麗やな、ほんま。この辺がやっぱりリメイクされていいなって思うところの第一ポイントだよね。敵のケスを掘った時のモーションもなんと綺麗なことか。斧の一撃超バイオレンスなんだけれど、ほら、サムネ用の映像と依頼。狂気を感じますね。これはこれね、顔の向きまで変えれるんですよ。次はお前だ。帰り時も相まって大変なことになってますね。いやー、いい表情のおっちゃんですよ。いやー、これは上級騎士の笑顔ですわ。これが騎士道だ。めっちゃ肩凝ってそうな体型してますね。すい、ほらよ、肩こりは斧が一番ですよ。みんな元気に仕事してるかい。俺が手伝ってあげよう。仕事を手伝ってあげるぜ。俺は痛い、人のこと殴りつけるわな。いた、すいすい、ほらよ、うい。だよ、犬のデーモン。ソウルシリーズで一番強い敵って犬だと思うんだよね。おやめ、完全に人にあだなす存在だよ。ほら、浮いていて、いや、しこわ。これ四つ足のデーモンです、あれは。人を殺すことに特化した形してるからね。こわ、キストであんなに勝てへんわ。ちゃう、覗いてる場合じゃねえんだよ。ああ、しほー、別に犬に負けて逃げてるわけじゃないからね。で、その辺ちょっと勘違いしないでいただきたいな、みたいな。全身から騎士の誉れで出てるし。人類の力、せめて二足歩行になってから出直してくるんだな。お、白くべたつく何か、真っ白な籠城の粘つく何か、香水によくしたナメクジの老廃物であるという。せっかくなんでちょっと使ってみようか。あー、これは粘ついてそうですね。魔法属性付与することはできるんだけれど、ありがたみねえなーこれ。ありがたみねえな。魔法属性付与という効果から全く想像できない見た目してやがるわ。エンガショ、うわ、結構結構ダメージ出るね。硬い興奮をバターのよう。うっ、なんかスターウォーズにこういう敵だよね。エイヤ姫捕まえてたやつ、あのジャバーボックだっけ。スイスイスイ、スターウォーズに帰れ。オッケー、働き者や致命の一撃は待ってるぞ。さあ君も、これが今日の報酬だ。さあ、まだ報酬が足りてないやからはいないかな。この私が素晴らしい。おっと、危な、ふい、ほら、うわ、忘れ物。天国への階段が見えてたね、今。ほい、おらよ、喉越し爽やか。喉ちゃう、股間や。股間越し爽やか。どうも採掘した鉱石が保管されているようです。まあ見たまんまやな。デカブツがおるぞ、デカブツがおるぞ。ほい、ほい、ほら、いや、うわ、カウンターダメージ。草食いねえ、ほら、よっしゃ、孔子の手袋を手に入れたぞ。王の孔子が身につけている手袋、この手袋さえあれば君も孔子になれる。なんでこんなファンキーなテキストやねん。ボーレタリアにデーモンがはびこる直前に現れ、オーラント王に取り入った太った孔子たちは薄笑いとともに民衆を虐げた。その手袋は安らの肉々しい象徴としてもっぱら民衆の怨嗟の対象になっていったという。これあれでしょう、多分オーラント王に取り入ったこの孔子が黒幕でしょう。何採掘してんの、俺も掘らしてくれよ。あかんかん、俺も掘らしてくれよって、あ、なんか違う、そういう意味じゃないんだよ、そういう意味じゃないんだよ。来たらそんな愚かな下ネタは言わないんだよ。そうだよ、今のところはカットでな。ここにあるレバーを引くがいいよ。はい、ご丁寧なことにね、ムービーまで用意してこちらに進めばいいぞというね、そういうアドバイスでございます。え、なんで無視された。てっきり殴りかかってくるものとばかり思ってたのに、なんで無視されたの。え、なんで今許されたの。あ、なんだって、あ、仲間かみたいな、見た目蛮族みたいだしって。うるせえよ、蛮族じゃねえよ。なんでやねん、無視しないでよ。友達じゃないんだよ、仲間じゃないんだよ。完全に負けた感あるよね。勝ったけれど負けた感あるよね。あ、仲間だみたいな感じでそっぽ向かれたもん。あ、いつも通りかみたいな、びっくりしたわ。でなあ、なんか殴りかかってくる方がまだ幸せだったよね。そいや、名もなき戦士のソウル、
いいね、どん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 サク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 殺してるね。やっぱり上級騎士はサクサク殺してなんぼだからね。サクサク殺しの上級騎士だからね。ほら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 、うおはず。さあ回復薬が少し心もとなくなってきたが大丈夫か。そしてこの先に大量のトカゲが張り付いております。そして下には燃えたぎっている炎。うわ目が痛くなっちゃうねこれな。取りに行くと死が見えるんだよな行けるかな、行っちゃって大丈夫かな。こういう感じで取った逃げろ。ほらあ、いけほら、消すがファイヤーオンザファイヤー。わあギリギリ生き残ったし、めっちゃ凛しい顔で燃え尽きたわみたいな顔になってる。綺麗な眼差ししやがってからに結構バカにできないんだよな。いった、うおえー、一撃でも死にかけたわ。はあ、命を刈り取る形をしてやがる。一撃がラスボスの攻撃ですよ。こいつら何を装備してるかっていうとロングソードなんですよね。ほいほらよ、やめろよ。お前には斧の一撃をプレゼントしてやる。ほらほら、おっしゃ、気持ちいい。斧の地名はこうしてやった感があるから好きだな。頭蓋骨まで行きましたっていうね。回復、お仕事ご苦労様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 。甲府たちをことごとくねぎらっていく。その一撃に迷えなかった。うん、綺麗だね。やっぱ行動はこの景色が綺麗なんだよね。思わず足を止めてしまうよね。綺麗だなーって。できる上級騎士はレバーを動かしてショートカットが開通します。これどこまで行ったら落ちるよな。あ、ここやな。あーくそ、うわーそだ。あまりにも違う、あわざとらしすぎてなんかあのやらせにしか見えんかったかもしれんけれど、そうじゃなくってあの崖の端っこの方に行ってサインを書くことによって、それを読みに来た人を足を滑らして崖下に落とすっていう、そういうことをやりたかったんよ。この辺やな、 この辺。あーそだ、あまだ落ちた。くそくそちゃうんやって、ちゃうんやで。あの別にな、足滑らして美味しいとかそういうことじゃなくて、ほんまにほんまになんかもう、いやもう美味しいからいいや、もう美味しいからもういいや。そういうこと別に狙ってなかったけれど、そういうことにしたろ。狙ってました、はい、狙ってました。あそこです、あそこです、デッドゾーン、あそこです。であそこにメッセージを書くんよ。この先、落下に注意しろみたいな。で書いて読みに来た人を下に落っことしたい。行きます。あのギリギリのところに、あのギリギリのところに書くよ。メッセージ、何を書くかっていうと、ここは危険だです。このここは危険だのメッセージをあそこに書きます。で読みに来た人を突き落とすっていうね、そういう高等なプレイをします。行くよ行くよ行くよ。ここ、あ、書けへん書けへん書けへんやんけ。くそ、今書いたよな。丸ボタンとバスボタン、ま、書き間違えた。普通に読めるやんけ。ここは危険だ、2つも書いてるやんけどんだけ危険を知らしめたいやん。あくそあくそ。はい、皆さんこの先は非常に危険です。どれぐらい危険かっていうと、あの儚い瞳の石が3つ4つ一気に解けるぐらい危険です。あと私のメッセージが3つぐらい、ここは危険だここは危険だ、あそこを立ったらマジで死ぬからねもう黄泉の国に行ってしまうから気をつけてください、はい、絶対に行かないように。あのメッセージを読もうなんて思わないように、絶対危険なんだよ、はい。みんなに言いたいことがあるんだ。実はここは非常に危険な場所だ。どれぐらい危険かというと、儚い瞳の石が3つ4つ一気に溶けてしまうぐらい危険だ。そしてこの私がこれだけ言ってるんだ。こんなクソメッセージを読むなんて考えたバカは死ぬしかないからな。絶対にここには立つなよ。俺との約束を忘れないでくれ。いいか、分かってくれたならいいぞ。俺との約束だからな、絶対にここに立とうと思うんじゃないぞ。いいな。はい、ここになんかね、鍛冶屋のおっちゃんがいます。知らんか、どんな。これは彼はね、誰でも同じじゃん、はい、彼はね、神殿にいるあの鍛冶屋のおっちゃんの兄弟です。わしは忙しいんじゃ、世間話などをするつもりはない。武器ってのは鉱石を焼き込むことで強くなり、その特性を変えるんじゃ。鉱石は精霊の分け身じゃ。奴らは武器を祝福するのじゃ。うん、めちゃくちゃ渋いおっちゃんやな。あのおっちゃんが手に装備してるあのガントレット、あれすごいね、なんかまあこの人にね頼んだら強力な武器を作ってもらうことができます。ちょっと待って、なんか物騒なやつが見るぞ同じエリアで縄張りで死にすぎると、こういうなんかやたらこう殺意に満ち溢れてそうなやつが出現します。こいつは普通のやつに比べて死ぬほど強いですでやばいよね、ま、ちなみにあの私あの先ほどちょっとね、あなた帰って新しい魔法をゲットしてきたんで、ちょうどいいんでこれで使ってみようか。その名も魔法の武器。武器に魔法属性をエンチャントすることはできるぞ。この威力よ、素晴らしいね。
この辺は大量の甲府たちが仕事をしてるね。いた、いたいたいた。人のことを殴るなんてお前たちよくないぞ。ふいふい、よしよし、ふい、すい、お口にチャック。さてこの先に進んだところにあれ見えるかな。ここね、走り抜けたら取れます。走り抜けないとこの方に落ちるんで。でここに何があるかって、グレートクラブよ。これが欲しかったんだよね。 あなたのメッセージが評価された。誰かが犠牲者が出たようだあそこは危険だっていうメッセージが評価されたに違いないな。そうだと思ったよ。グレートクラブ物騒な連中がおるな。物騒な連中がおるな。うわー、くそ難易度高すぎない？あ、そういえばソウル傾向をサイクロンにしたおかげであそこになんかデモンが出るね。さて、ソウル傾向が真っ黒になったら先ほどのような強い敵が出てくるんだけれど、それと同時にこのような、原生デーモンと呼ばれるやたらまあ愛らしいキャラクターが登場しますどういう状態？こいつが何かっていうと、まあデーモンの元みたいな、これがデーモンになるそうだね。こういうやつが出現します。これを倒すことによって特別なデモンズソウルが手に入ります。色のないデモンズソウル、そう、これを使うことによって特別な武器を強化することができるようになるんだよね。光と光が合わさって導きの光となる一撃を思う。もういや、アイスグッてとも、えの、ウィリー、後ろ、はい、リーズ、ワイヒュスイッどれや、オンキー。明らかに強すぎるんだよな。え、どうすんのこれ。あ、トカゲ怖いな。ジークさんもこれにはお手上げですよ。もう俺ジークさんになるから。騎士道アタック、騎士道アタック、よしよし、一体倒したぞ。あ、いや、騎士道プレゼントだ。うわ、よしよしよし、今日のところは見逃してやるぜ。クソファンコードは地獄だったようだ。いやー、2匹くんな、2匹くんな。ほら騎士道、はい、え、騎士道、資料のある騎士道プレゼントや。おっしゃおっしゃ、ほら、よいしょ、よしよし。いやー、あ、なんね、うわ、デーモンこれ、死ぬ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 。あ、もう君とはもうこのソーシャルディスタンスを保ちたい。いいんだよいいんだよ。あ、ダメですよ、ダメで、来ないで。ああ、そう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 、これぐらいのソーシャルディスタンスが理想なんだよね。あ、この お互い届かないお互いこれが基地の戦いだよっしゃよっしゃ。ああ、こうです、やっぱりこうでなくっちゃ騎士道ってのは。デモンソウルって本当に難しいゲームなんですねって。もう来てほしいけど、乙女心は、これが乙女心は、ローリング攻撃とともに近寄れば逃げたくなるし、遠ければ近寄りたくなる。これよし、乙女心は騎士道のたしなみや。ひりついてきたねひりついてきましたね、攻略が。これが本当のソウルシリーズってもんよ。いやー、恐ろしいゲームに手を出してしまったもんですよ。ショートカットがあるんで一刻も早く向かいたいところですね。おっとおっと、大変な見た目、おっと、すらめこなんでこんなに辛いんですかね。嘘やんって言われたらいいんけど。こんにちは、うおー、危な。はい、水路の方向を変えたことにより、今まで通れなかった道を通れるようになりました。まあね、できればあの赤ファントムにこう水をきしかけてさ、ちょっと消化してほしいんですけれど、そういう装置はないんでしょうか。怖いわ、ほんまに。そう、無害な騎士を叩き潰すことをこの上ない喜びとしている、そういうえけつない奴らやからな。けしからんで、ほんま。この世は地獄ですよ、本当に。俺の友達は、棍棒だけさ。棍棒だけが友達さ。さ、この先に何が待ち構えているといいと？出たよー。笑ってる場合ちゃうぞ！あ、やめて！おっぞ！痛い！うっ！ほぉー！死にかけたわ。講師の足も、あ、講師の足も手に入りましたよ。先に進むほどにだんだん講師に近づいていくっていうね。この足さえあれば君も講師になれる！これなんて読むの？足。絆って呼ぶんかな。ちょっと私漢字能力低くて読めないわ。また一つ新しい私に近づいていってる気がする。頭蓋骨に質量プレゼント。当たり前かのようにいるから困っちゃうんだよね。ういダメージ通る、やばいやばい。にさ、この辺お前のうパリ、なんでパリできないんですか。クリスナイフ、クリスナイフ。さあ行くぞ。やっとボス前にやってきました。大先に待ち構えているのはなんとでかいでかい高足雲だ。高足鎧雲だ。わあ、すごい見た目になってるね。うい、こいつは、ね、ヒット&ウェイっていうかね、うい、ヒット&ウェイじゃないや、近寄って近寄って、これをやり過ごした後に、ほら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 、よしよし、いい感じや、攻め管理をお忘れなく、よし、いいぞいいぞ、
ッケー、よしよし、いい感じじゃない？これなんかこの動きは理想的なムーブやで。ほい、これさ、なんか見た感じさ、なんか一瞬、おーっと、なんかこれは確かね、炎攻撃だけれど、だいぶ変わってるね。前作の旧作だったこう炎を吐き出すだけだったけれど、オイルを撒き散らすみたいな、そういう感じになってるんだね。へえ、進化してるじゃん。なんでさ、雲がさ、炎吐くの？当たり前のこと聞いて申し訳ないけど、なんで雲が炎吐くんでしょうか。おじさん、わかんないよ。ほら、エンちゃんだったな。ここら辺でエンちゃんとしたいな。ほい、ここをエンちゃんとに当てる。リソース管理。ほい、すい、すい。ちょっと、よいしょ。その、これ何？この口みたいなところ。なんかフォルム的にさ、ブラッドボーンのあの、面質の脳みそみたいな。うーい。また出すよ、オイルを。はっ、あやつは石油王。お近づきになりたいですね。上手、上手。許してくれへんかな。あ、ちょ、キャンセルできん。チャス。モーション中は逃げれへんのね。忘れとったわ。時代は、オンですよ。ああ、うわ、危ない。うわ、いった。一瞬どうなるか思ったわ。よし、倒した。このソウルが、倒したソウルがこっちに収束していくんですよね。はい。ガーシの雲のソウルが収束していって、ここに宿ってそい。さて、今回はこれぐらいにしようかな。もし使ってほしい武器があったらコメントしてください。使ってみようかと思います。以上、ナルニーでした。じゃあね。